この動画ではクロスサイトスクリプティングの脆弱性の説明をします。クロスサイトスクリプティングと聞いてピンとこない方が多いかと思います。そこで今回はあるアンケートページを題材にして説明していきます。クロスサイトスクリプティングの脆弱性によって生み出される脅威はいくつかありますが、その一つにページの改ざんがあります。今回はそのページの改ざんがどのように起こり、利用者がどのような被害を受けるのかを説明していきます。これが今回題材にするアンケートページです。このアンケートページにはクロスサイトスクリプティングの脆弱性があります。まず利用者はどのようにこのアンケートページを利用するのか見てみましょう。アンケートページの利用イメージです。アンケートページの運営者がいます。運営者はアンケート数を増やすため別のサイトの掲示板を利用してアンケートを呼びかけたとします。そのためにまず運営者が掲示板にアンケートページへのリンクを投稿します。利用者は掲示板にたどり着くと、そこにあるアンケートページへのリンクをクリックしてアンケートに回答します。掲示板の URL は bbs.example.com で始まります。アンケートページの URL は enq.example.jp で始まります。まず運営者が掲示板へアンケートページのリンクを投稿するところから見てみましょう。掲示板で名前、タイトル、本文、アンケートページの URL を記入します。この内容で投稿すると、掲示板にはアンケートのお願いというタイトルにアンケートページへのリンクが出現します。次に利用者がアンケートページへのリンクをたどる様子を見てみましょう。タイトルのアンケートのお願いにあるリンクをクリックしてアンケートページにアクセスします。 URL は enq.example.jp で始まっていることからも、これがアンケートページだと確認できます。各必須項目を記入していきます。アンケート投稿ボタンをクリックします。確認画面に移り、再度アンケート投稿ボタンをクリックします。これでアンケートの回答終了です。これがアンケートページの本来の使い方です。ではここからは脆弱性を悪用して攻撃する流れを説明します。利用者が掲示板サイトからリンクをたどることは、先ほど見ていただいた本来の使い方と同じです。しかし大きく違うポイントは、アンケートへの呼びかけを攻撃者が用意するところになります。最初に攻撃者がアンケートへの呼びかけを掲示板に投稿しますが、この投稿にはアンケートページへの細工した URL が含まれています。利用者が掲示板にたどり着き、そこにあるアンケートページへのリンクをクリックしてアンケートに回答します。すると利用者には先ほどとは異なるアンケートページが見えます。 URL に注目して次の動作をご覧ください。攻撃者が掲示板に投稿する際の行動を見てみましょう。攻撃者は運営者と同じ名前を名乗り、アンケートに答えたら謝礼1万円と興味を引く文言を書き、リンクをクリックさせようとしています。次に利用者がアンケートページへのリンクをクリックする様子を見てみましょう。今回は今だけアンケートに答えたら謝礼1万円のリンクをクリックします。するとどうでしょうか。赤いページに移りましたね。ここで注目していただきたいのが URL の最初の部分 enq.example.jp です。アンケートページと同じですね。いわゆるフィッシング詐欺ではこの URL が別のサイトを示すものになっているので、利用者が注意することで偽のサイトに接続していることに気がつくことができます。しかし
URL はアンケートサイトに正しく接続していることを示しています。つまり利用者はこの赤いページが正規のアンケートページだと認識してアンケートに答えてしまうのです。結果は見ての通り、悪意のあるサイトに個人情報を送信してしまいました。では何が問題だったのでしょうか。攻撃者が細工した URL と本来の URL との違いは何でしょう。細工された URL はどこか偽のサイトというわけではなく、アンケートページに正しく接続するものです。しかし赤字の部分に注目してください。今までに見たことがないアドレスがスクリプトという文字で囲まれています。 xss.js がアンケートページ上で実行したため赤い偽ページを表示したのです。つまりこれがクロスサイトスクリプティングの脆弱性によって生み出されるページの改ざんです。まとめに入ります。クロスサイトスクリプティングの脆弱性があると攻撃者があなたのサイトに勝手な命令を追加できてしまいます。その結果ウェブサイトを訪れたユーザーに対して様々な被害を生み出してしまいます。例えば今回のようにウェブサイトに表示する情報が改ざんされてしまう可能性があります。今回はクロスサイトスクリプティングはどのようなものであるかをお伝えするため、脆弱性の見つけ方や対策を説明しませんでした。この動画を見てご自身の運営するウェブサイトが大丈夫か不安になられましたら、まず次の2つの資料をご覧ください。ウェブ健康診断仕様と安全なウェブサイトの作り方です。ウェブ健康診断仕様は簡易的ではありますが、脆弱性に対して基本的な対策ができているかを診断する方法が記載されています。安全なウェブサイトの作り方は、脆弱性に対して根本的な解決策と保険的な対策を示しています。こちらを活用して安全なウェブサイトの運営を目指してください。